こんにちは。業界33年不動産バカの頑固親父、アイナル不動産センターの矢吹匠です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、昨日に引き続きましてですね、この頑固親父がお手伝いさせていただきました、お客様ですね、お客様の声ということで、アンケートをお願いした中でですね、お答えいただいたお客様を、アンケートの中ですね、ちょっとご紹介させていただきます。この方はいずれはですね、うちを建てようと思っていた宅地の売却がですね、お住まいは横浜市の神奈川区にお住まいだったんですが、将来ですね、このいわきに戻って、そこに家を建てようということで、土地を手当てしていらっしゃった方なんですね。その方の、アンケートでございます。ちょっと読ませていただきますね。妻の親が自分たちのために勧めてくれた土地で、将来はいわきに戻って家を建てようと思い、長い長いローンを組んで買った土地でしたと。昔はですね、土地を、住宅ローンじゃないですね、銀行ローンを借りて、買ってた方って非常に多いんですね。最近はあんまり、こういう方見かけないように、縁がないのかもしれないですけどね、あんまり見かけてないんですけどね。場所的にも日当たりもいい土地だったので、住宅メーカーや不動産業者さんから、ダイレクトメールがしょっちゅう届きましたが、無視していました。そんな中で横浜に住んでいたすぐ近くに、建て売り物件が出て、子供たちにも騒がれて、買ってしまったのですと。いわきに転勤になったら売ってしまえばよいと思ってましたが、いわきの工場が閉鎖になりましたと。そんな折、妻の知人で住宅メーカーに勤めていた方がいて、アパート建築を勧められたのです。近隣には空き室が目立つアパートがたくさんあるのにもかかわらずですね、家賃保証があるから大丈夫ですと、何度も営業され、アパートオーナーの響きに心が揺れていましたと。そのようなタイミングの時に、アイナルさんから手紙が来たのです。当時ですね、空き地調査って言いましてね、さら地になっている私の方から見るとですね、もったいないなと、これは土地活用できそうだなと、将来どうされる計画があるのかなということで、土地の所有者の方をですね、調査させていただいて、そこにお手紙を出していたという、そういった時があったんですね。最近はそういったことは全くやってないんですが、本来はね、私どもの仕事なんで、やらないといけないと思うんですが、やっぱりこのアンケートを見ながらですね、新たにですね、こう思いを新たにするということ結構ありますね。そのようなタイミングの時にですね、この頑固親父から手紙が来たのです。勝手に土地の所有者を調べさせていただきました。実は…もし将来のご計画がないのでしたら、ここの土地に3世代の家を建てて親孝行がしたい方がいらっしゃるのですが、お売りいただけませんでしょうか、こういった内容の、手紙を私はちょっと記憶にないんですけど、出したんですね。その後、妻と家族、妻の両親などと話し合いました。アパートの件も含めて、アイナルさんに横浜まで足を運んでもらい相談しましたと。家賃保証の危ういシステム部分を説明してもらい、アパートの建築計画をやめて、結局はアイナルさんに任せることにしたのが良かったようです。近くにそのメーカーのアパートも建ちましたが、半年ほどかかってやっと満室になったと妻の両親から話を聞きました。新築時に満室にならないなんてどうなんでしょうねと。税金の申告でもお世話になりましたし、もしあの時アイナルさんに出会っていなかったらと思うと背筋が寒くなりました。人生において何度もない不動産取引は、やはりいいパートナー選択が大切だとつくづく感じた次第ですと。長くなりましたが本当にありがとうございましたと。
ということで、まあ、アンケートにお答えいただいた方ですね。まあ、この方非常に私記憶に残ってます。最近もね多いんですが、まあ、いわゆるその家賃保証システムですね、35年30年のローンを組んでですね、家賃保証しますよ、保証しますよと、まあ、当然 100% 保証じゃなくてですね、まあ、賃料の8割ぐらいですね、まあ、保証しますよということで、まあ本当にですね、これ全国的な今問題になってますよね。どん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 ですね、営業構成をかけまして、それで、アパートを建てていくと。まあこの平成30年になってこのいわきはですね、特にこの春ですね、今、まあネットとかですね、ちょっと調べますと空き室がですね、なんと2300件もあると。2300個ですね、これだけの空き室があると。まあ当然だと思います。震災以降5年から6年で、2000から3000個のですね、新しいアパートが建ちましたから、まあそのアパートのシェアって言いますか、業者さんは、大体大手のですね、業者、3社4社ですね、でほとんど 80% ぐらいの、まあ、シェアを占めるって言いますか、河川状態って言いますか、その8割の業者さんが建築を進めてるんですね。で、なぜか不思議なんですけども、アパートを建てるお客様 100% ですね、自らアパートを建てたいっていう方は一人もいらっしゃらなかった、いらっしゃらないんですね。 100% ですね。 100% まあ、住宅メーカーさん、あるいはアパート専門の建築屋さんですねから勧められて、それで建てるという方がほとんどなんですね。まあ当然ですね、土地の所有者の方にお勧めするプランといいますか計画は、建てる業者さんが作りますから、まあオーナーさん、土地の所有者さんは素人ですよね。そうするとその数字をね、よくよく拝見させていただきますと、私は今まで過去ですね、自分で、まあ、不動産会社を起こしてですね、17年目になりますが、一度もね、アパート建てませんかという営業はしたことありません。なぜかと言いますと、私ハウスメーカー時代にですね、アパート建築の営業をやってた経験があります。本当にですね、20年30年にわたってですね、将来を考えますと、まあ私は勇気がないのかもしれませんけれども、とてもお勧めできるような内容じゃないんですね。まあこれはその経営する方の決断と、最終的にはリスクを背負うのはですね、オーナーさんなんですね。建築屋さん、アパートの建築屋さんはですね、建ててしまってお金をもらえばそれで終わりです。であとは子会社、あるいは関連会社に管理なり家賃保証を受けさせるんですね。でその会社さんもですね、当然、転貸借契約って言いましてね、一旦一棟ごと丸ごと借りて、で家賃を保証していくと、でまた貸ししていくというのが一般的なシステムになりますから、まあその経営内容ですね、その子会社さん、関連会社さんの経営内容は決して潤沢ではありません。まあ当然ね、20年30年という長期にわたって先の見えない、まあ危ういですね、経営内容になってるんだと思うんですね。であとはですね、もう本来はその建てた業者さんの関連会社、あるいは子会社さん、あるいは孫会社でも構いませんけども、そちらがメインで入居募集を行うんですが、やっぱり自分たちだけでも手に負えないということになりますので、いわきの不動産会社さん、業者さんに一斉にですね、手数料全部取ってくださいと、さらに広告料も出しますよと、さらにですね、プラスの、まあ、バックもしますということで、なかなかやっぱり自分たちだけで募集しきれないと、まあ、そういう背景がありますんでね、立ててですね、5年10年でそのような状態になっているところがいっぱいありますんでね、本当にこれは大変だなと。まあでも一旦ね、建てたからには、これは経営でございますから、やっぱり、オーナーの努力も当然必要になります。やっぱりですね、最終的には業者任せ、
不動産会社任せっていうのはあんまり良くないと思うんですね。やっぱり自分も先頭に立つということでやらなくちゃいけないんですが、まあ立てた動機が動機ですからね、どうしても業者頼りということになる方が非常に多いんですね。まあこれは本当に進める方も進められた方も自己責任でございますので、まあやったからには前に進むしかありません。でもですね、これからこのいわき平成30年この4月の状態ですね、2000戸以上も、まあ、空き部屋があるというような状況にありますんで、アパートを建築する方、貸し屋を建築する方、よっぽどですね、注意して十分に研究してですね、最終決断をしていただきたいと思います。ちょっと心配だなという方は、まあ、当然ですね、あの数字だけ見て判断するというのは非常に危ういですから、その数字の中身を吟味するということと市場をよく見ると、でこれから10年先20年先ですね、どうなるんだと大体の方は察しついてると思うんですよ。まあそれでもね、なおなかなかですね先が見通せないというのが一般的ですので、まあそういう方がいらっしゃいましたらですね、まあこの頑固親父にご相談いただくなり声をかけていただければ、まあちょっと厳しい言い方になるかもしれませんけれども、私は相談を受けるとほとんどですね、アパート経営に関してですね、賛成させていただくというのはまあないんですね。まあ、ゼロではないんですよ。ゼロではありません。私が20年先30年先このいわきの市場将来をある程度考えてですね、まあこの辺りこの計画このタイプ、まあ、なら何とかいけるんじゃないかというところはあります。まあそういうところはなかなかね、まあ本当にダイヤモンドを探すような大変なところなんですが、まあそれ以外のところはやっぱりですね、しっかり考えた方がいいと思いますね。まあご相談等ありましたら、お寄せください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。